さてプロスケーター2シーズン目となります本田義恵登場で、何やらこれ人ですかね、椅子に座ってますが、シャルイダンスに乗せて本田義恵ワールドです。あ、これ人形に今ちょっとこう口づけをしてみせましたね、義恵ちゃんなりのこうすごい、あのずっと小さい頃から義恵ちゃんもずっと一緒に練習してきて、よく性格というか表情がこのプログラムに出てます。ああ、そうですか、はい、いやー高さありますね、相変わらずジャンプにはね、はい、いろいろジャンプを見せながら表現しながら恋心も男性にもあるという本人はちょっとその恋心の部分が難しいって言ってましたけどねこのプログラムはあの若松歌子さんと一緒に振り付けを考えて、あの通常 2,3 時間で振り付けってしてしまうそうなんですが、これ1ヶ月ぐらいかけてじっくりと振り付けしたそうですね。競技志向の強い、そうですね、それもどちらかというと技術派のスケーターですよね。でもショーに入って2年目でに入り、こう表現力をこう身につけてきていますよね。あ、現役さながらの高さのあるダブルアクセル。だからね、まだ私があのプリンスショーに入った時は、あの引退してプリンスアイスワールドに入ってまだ滑ってるんですけど、まだまだなかなかメジャーにとか皆さん知ってくださらなくて、今ではもうこれだけもうアマチュアの人たちもプロの人たちも、そしてより表現力を磨いているプリンスアイスワールドになっていますよね。そうですね、はい、そのプリンスアイスワールドのレギュラーキャストとして今シーズンもフル参戦、早くもムードメーカー的なそんな、ね、はい、存在になっている本田義恵。最後男性に愛をどういうふうに告白するんですかね、うん、果たして成就したのかちょっとこの行く先は気になりますけれども、いやいや高いジャンプ、そして表現力もさすがにこうプロスケーター2年目、はい、非常にねいいもの見せてくれましたね。頑張ってますよね、はい、鮮やかな人形との共演でした。まだやっぱり地元ですから拍手が鳴りやみませんね。そして最後コミカルに下がっていきます。